J3 リーグでは初めての顔合わせとなりましたロアッソ熊本対 SC 相模原です。まずは前半の立ち上がりです。すぐさまチャンスを作ったのはロアッソ熊本でした。この15番の坂本が左サイドドリブルで駆け上がって中に入れたボールを反応した佐野。この佐野翼の電光石火のゴールでまずはロアッソ熊本が1点を先制します。佐野にとっては嬉しい J 初ゴール。先日お子さんが誕生した田村選手へのゆりかごダンスのパフォーマンスも披露されました。そして前半の23分です。こちらはミルトンからジョバンニ、そして最後はジョン・ガブリエルのこのシュート。ここは山本海斗も横っ飛びでセーブをしました。ブラジル人トリオで崩していったこのシーン、前半からチャンスを握っていった相模原でしたがこじ開けることはできませんでした。1対0でリードをしていた熊本、その立ち上がりこのスルーパスから最後は田村無人のゴールに流し込んでこれで2対0です。中山のこのパスも非常に良かった、まあ、最後はただスピードを生かしたドリブルでこの田村がゴールを決めて2対0。しかしここからです。相模原も前線でチャンスを作ってフリーで受けた途中交代のカンメラがまずは1点を返すゴール。伊藤からのパスを最後は冷静に流し込みました。そしてさらにはこの末吉のうまいフェイントから右足のボールダイビングヘッド、ジョン・ガブリエル、ニアサイドにゴールを突き刺してこれで同点。試合連続のゴールを決めました。そしてゴール前からプレッシャーをかけていたこのカンメラが最後は冷静に右で流し込んで途中交代からの2得点で3点目を決めて勝ち越しに成功します。そして熊本も終盤です。途中交代の中原からのこのボールヒールで落として最後は佐野のシュートだったんですが浅沼のナイスセーブが飛び出しました。足で止めてゴールは割らせませんでした。